一緒に骨盤を動かしていきながら膝の向きがどう変化していくのか、そんなのもですね体験していただきながら進めていこうと思います。皆さんこんにちは、猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。前回ですね、猫背の人って骨盤が後ろに倒れている、いわゆる後傾姿勢ですね、こういう姿勢をとっている方が非常に多いですよねっていう話をさせていただきました。それに対して椅子にあるですね、簡単な2つの仕掛けをすることで猫背改善につながるですね、姿勢習慣であったりとか生活習慣っていうのを手に入れられますよ、そんなね動画をアップさせていただきました。まだチェックしていない方はですね、そちらも合わせてチェックしていただければと思います。それでは本題に入っていきます。猫背に関与している骨盤後傾姿勢ですね、これは実はいろいろな症状であったりとか体の変化にですね、めちゃめちゃ影響しているんですね。その中でも今日は O 脚、結構ね O 脚で悩んでる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、 O 脚と聞くと大体皆さん膝のお病気だったり膝の症状っていうイメージが強いと思うんですけれども、実は猫背が原因になっていたり骨盤の傾斜がですね膝に与える影響っていうのが実はめちゃめちゃ大きいんです。ぜひ今日はですね、一緒に骨盤を動かしていきながら膝の向きがどう変化していくのか、そんなのもですね体験していただきながら進めていこうと思います。ではまず皆さん一度立ち上がっていただいて横からチェックしていきますね。まず綺麗に立った状態から骨盤が後ろに倒れた猫背の状態作ります。すると膝がですね、先ほどよりも前側に押し出されたのが分かるんじゃないかなと思います。そして今度は前から見た時の姿勢を一緒にね確認していこうと思います。まずしっかりとまっすぐ立った状態から骨盤を後傾させた猫背の姿勢を作ると膝が外にスライドしていった様子が分かりましたでしょうか。もう一度見ます。ここからこうです。はい、どうですかね。そして実は動画では分かりにくいんですけれども、この時太ももの骨、ここ大きなね大腿骨っていう骨があるんですけれども、この骨が実は外側にギュッとギュッとねじれていく感覚っていうのがあります。あえてちょっと大げさにやるとこういう状態ですね、こういう風な状態、これが実は O 脚を作り出している要素になります。はい、これはですね何が関係しているかというと、以前にもお伝えさせていただいたことがあるんですけれども、運動連鎖、はい、覚えてますかね皆さん。ある一定の部位が動くことで隣接する関節だったり骨っていうのが一定方向に影響されながら動いていくよっていうのが運動連鎖の考え方です。はい、じゃあ実際にですね骨盤が動くと股関節や膝はどういうふうに変化していくのかというと、骨盤が後ろに倒れた後傾姿勢になると、この太ももの骨大腿骨は外側にねじれる、いわゆる外旋ですね、外旋方向に傾いていきます。逆に言うと骨盤がぐーっと前傾方向に起きてくると、太ももの骨っていうのは内側にねじれるんですね、いわゆる内旋という動きになります。今回のテーマは O 脚なので少しテーマとは逸れてしまうんですけれども、立ち上がっていただいて骨盤がいわゆる前傾姿勢になっている方の特徴としてはですね、実はこれですね、今膝に注目してみてみてくださいね。ぐーっと前傾していくと膝が内側に入って、お皿の向きがちょっと内側にクッと寄ったのが分かるんじゃないかなと思います。そうなんです、骨盤が前傾していくといわゆる X 脚方向に足が内にねじれていって、そういった症状が生まれていくんですね。なので実は骨盤の傾きっていうのが O 脚だったりX 脚を作る要素にもなっているので、ぜひ皆さん骨盤を動かしてみて自分がどっちのタイプなのかっていうのはぜひチェックしてみてください。そして O 脚の初期の方、こちら侮らないでください。初期だからといって侮っていると2年後3年後
5年後10年後にはですね、O脚がものすごく進行していて、膝の痛みが出たりとか、腰だったりとか骨盤の痛み、肩こり、腰痛がめちゃめちゃ強くなるよっていう方も中にはたくさんいてますので、しっかりと O脚初期の方とかは直していくために、この動画を最後までご覧いただければと思います。今日はこちらですね、骨の代わりにペットボトルでちょっと表現しようと思います。普通の水にちょっとね、着色料で見やすくしています。一方はですね、太もものここの大腿骨の骨、もう一個がふくらはぎのここの骨ですね。こういう形でちょっと表現をしていこうと思います。これ一応ですね、私の左足、こっち側ですね、左足で表記をしています。で、ここの太ももの骨とふくらはぎの骨にはですね、関節裂隙というちょっとした隙間があります。ここは隙間があるというのは一つ覚えておいてください。そして O脚方向にちょっと入っていくとこういう形になりますね。これではですね、まだそこまで痛みが強くなるわけではないんです。なので O脚でもまだ膝に痛みが全然ないよという方も中にはいらっしゃると思うんですけど、この状態で体重が体の中央にかかるということは、ここの上のペットボトルの蓋ですね、これが下にぐーっと押し下げられるので、こういうふうにどん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  O脚が増強していく方向に体重がかかっているっていうのは容易に想像がつくかなと思います。そしてこれが進行していった先には、ここにあった関節裂隙の内側が埋まるんですね。そうすると膝についている軟骨であったり、そういったところがすり減っていきます。かつこれに膝の曲げ伸ばしの運動が伴うということは、ここに何度も何度も摩耗していくような摩擦の刺激が加わって、お膝に痛みが出るっていうようなメカニズムになっています。なのでしっかりと骨盤から起こしていって、O脚を改善していくっていうところがすごく大事な要素になります。ただただ膝が O脚だからって、ここを一生懸命ねじれを直そう、ねじれを直そうとか、マッサージをしようっていうのでは治らないケースっていうのが実は圧倒的に多いんですね。なのでしっかりとご自分の姿勢をチェックして、どういう傾向があるのか、そしてそれの原因になっているのはどこなのかっていうのをしっかりと見極めた上で、最短ルートで目標改善、痛みを緩和していく、そういったところに向けて着手していっていただけると、体はどんどん健康になっていきます。もしお一人で悩んでいて、今後ねしっかりと改善していきたいという方はですね、私の方でお力になれることもあると思いますので、概要欄からですね、パーソナルセッションのページに飛んでいただければと思います。今回は猫背に関与している骨盤の後傾姿勢、この後傾姿勢が O 脚に関与していますよっていう話を一つ一つ紐解いてお伝えをさせていただきました。そして次回は尿漏れ編ですね。実は骨盤の後傾姿勢が尿漏れにつながっているよ、そんなお話をまた一つ一つ紐解いてお伝えをしていこうと思います。特に出産後の女性に多かったり、年々ね年を重ねてきて、この辺の骨盤周りの筋力が弱ってきている方にはですね、ぜひ必見の内容になっておりますので、ぜひ次回の動画も視聴していただいてですね、尿漏れの予防だったり今後の改善ですね、そういったものにつなげていただければと思います。はい、今日の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価ボタンを押していただけると非常に励みになります。そして引き続きまた猫背に特化した健康情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録を忘れずにお願いします。それでは今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。